実際には自分は何もしてなかったのかしれない。させてもらえなかったというか、すべては自滅、それでしかない、そういう結果を作りたかったという感じなのかも。元凶は神を殺そうとしていたのだ。それは結論で今、自身を殺そうとする。神を殺す、ことを目的にしていたから、だ。その残るすべては、そのためにこそ情熱を燃やす。その最後の標的にそれを続けた自身がいる、滅ぼすべき悪の権化として。不思議と、私は神だぞ。に、奇妙に抑止された今まではある。が。それは薄れ、何かの脅威に対し、悪夢も連想しなくなった、感じはある。それはすべて、大賀さんに向いているのだ。それは邪悪な神、しかし、それに勝ててない。私は神だぞ。を言えば言うほど、それは自身を窮地へと追いやっていく。